サラドーム大阪です。オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ、この試合の模様をお送りいたします。バファローズの先発は左の田嶋、対するマリーンズの先発は左のメルセデス、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。左の田嶋マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは荻野。第9球投げました。初球決まってストライク。まずは決めてきました。初球ストライクから投げました。ボール高め。第3球を投げました。決まってストライク。第4球を投げた。外角スラーブ外れてボール。さあ投球は5球目。投げた。打った。スタンドに入りました。ファール。さあ6球目。投げた。膝元へズバッと決まって見逃し三振。第9投げた。インコース低めボール。第2球投げた。打ちました。投球は3球目。投げました。ストレートはボール。次が4球目。投げました。ボール。次が5球目。投げました。打ちました。ファールボール。投げました。低めの球見逃し三振。第9投げました。打った。第2球投げた。アウトロー際どい球ボール。第3球を投げた。決まった。ストライク。第4球を投げた。ボール。次が5球目。投げた。打ちました。打球はサードの右。宗掴んだ。サードから一塁送球。一塁アウト。これはアウトです。スリーアウトチェンジ。田嶋最後はバックに助けられました。左のメルセデスマウンドに上がりました。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは中川。第9投げた。決まった。ストライク。第2球投げました。打った。セカンド正面。中村ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番西野。第9投げました。決まってストライク。第2球投げました。これもしかし空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げました。打ちました。ピッチャー返し抜けた。西野ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第9投げました。初球引っ張った。切れていきます。ファール。第2球一塁ランナー出た。キャッチャー二塁へ送球。これは悠々セーフ。盗塁成功です。さあリプレイです。マリーンズここは引っ張りに警戒します。セカンド牽制。タッチはセーフ。二塁はセーフ。投げた。見送ってボール。投球これから5球目。ボール。マリーンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ。投げた。打ちました。ファール。次が7球目。打ちました。ライト線ぐーっと打球が上がってきますが取りました。ランナー三塁へスタートを切った。バファローズなおもチャンスが続きます。バッターは DH のセデーニュ。
投げた。初球から打ってった。ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バファローズ得点圏にランナーを送りましたが、先制点を挙げられませんでした。1回が終了しまして0対0です。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者ポランコ。投げた、見送ってストライク。投球これから2球目、インローへ、変化球外れてボール。第3球を投げた、打った、ピッチャー返し。田島、今拾った、一塁送球セーフ、一塁はセーフ。左バッターボクサー5番安田。第1球投げました、打ちました、初球打ち、ショート正面、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー、ツーアウトランナーなくなりました。第1球投げました、ボール、まずは外角低め。第2球投げました、流し打ち、ライト線にボールが飛んでいきますがファルボール。投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、打ちました。次が5球目、投げた、ボール。第6球を投げた、あっとこれは上がりすぎたようです。センター前進、落下点に入りました。掴んでこれで3アウトになります。2回の表が終わってマリーンズ無得点で終了です。2回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは杉本。投げた、ボール。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げました、ボール。投げました、カーブは空振り。第6球を投げました、打ちました、ショート左への打球、藤岡取った、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番ゴンザレス。第1球初球すっぽ抜け、ボール。第2球投げました、スライダーはストライク。第3球を投げました、ストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目、打ちました、ボテボテの当たりはファーストゴロ、一塁へ送る。メルセデス取ってアウト、これでツーアウト、ランナーありません。第1球ボール。第2球インコースいっぱい、ストライク。第3球打った、流し打ち、これは内野ゴロ。山口自らベースを踏んで3アウト。バファローズ結局三者凡退、無得点に終わっています。2回の裏が終わりまして0対0です。3回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは山口。第1球投げた、初球見送ってストライク。第2球ボール。投球はこれから3球目、打った、若月落下点に入った、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番松川。第1球投げた、内角スプリット外れてボール。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、決まった、ストライク。投球これから4球目、見送ってボール。第5球投げた、スプリットはボール。
第6球を投げました。打ちました。ファースト前方のフライになりました。ファースト落下点、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番中村。第1球、初球空振り。第2球投げました。決まった、ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、ストライク。空振り三振。田島3安打うなります。田島、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって0対0です。3回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは宗。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げた、打ちました、ファール。第3球は打ちました。次は4球目、投げた、低め際どい、ボール。第5球投げた、スライダー、ボール。さあ6球目、アウトコース高めいっぱい、見逃し三振。第1球投げた、ボール。まずはアウトロー投球。これから2球目、打った、強い当たり、入れば先制だ。打球はそのまま伸びていく、レフト下がった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って中川。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打った、ファールボール。第2球投げた、空振り。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、1、2塁間の当たり。中川、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。初球を打ちました、中村。余裕があります。取って、これで3アウト、チェンジ。一塁ランナー中川、残塁に終わりました。3回まで終了しまして0対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは荻野、投げました、会心の当たり、ピッチャー返し、抜けた。荻野、ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。左バッターボックスは2番藤岡。まずは一塁牽制、タッチセーフ。投げました、見送ってボール。さあ次の投球、空振り。第3球を投げました、ここは振ってきました、ピッチャーの右へ転がした、一塁はアウト、ランナー二塁に進みました。バファローズ先制のピンチを迎えます。第1球ストライク、バファローズここは引っ張りに警戒します。第2球、ボール。振り返って2塁牽制球、バファローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第4球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。2塁ランナーそのままホームへ向かった、これで均衡が破れました、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは指名打者ポランコ。第1球スラーブ決まってストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから、第2球、2球目空振り、これで追い込みました。追い込んで投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました。第5球投げた、変化球、空振り三振。アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました、投げた、ボール。まずはアウトコース高め。第2球投げた、打った。投球は3球目、投げました、打った。紅林下がっていった、落下点で構えます、取りました。これで3アウト。4回の表が終わって1対0、田島とうとう打たれてしまいました。さ
バファローズ。この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは森。第1打席はライトフライに倒れています。初球を打った、ショート正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のセデーニョ。第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げました、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでセンター掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右のバッターボックスは5番杉本。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、インロー空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、打った、左中間のフライ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。バファローズクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。4回までが終了しまして1対0です。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは岡、第1打席はセンターフライに倒れています。第2球ストレートはボール。第3球を投げました、インコース外れてボール。第4球を投げた、打ちました、レフトへ上がった、レフトバックしていった、これはヒットになります。中継、岡いいバッティングを見せました。リプレイをご覧ください。バッターは7番山口。田島ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第2球ボール投げた、打ちました、フラフラッと上がった、西野バックしていった、落下点に入った、取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。投げた、初球空振り、思い切って振っていきました。投球これから2球目、外角低めボール。第3球打ちました、次は4球目投げた、アウトロー、スラーブ外れてボール。第5球投げた、スプリットはボール、外へ。さあ6球目投げました、空振り三振。バッターは9番中村。これが2度目のバッターボックス、外れたボール。投球これから2球目、打った、引っ張った、入るか入るか、ダイレクトで当たった、レフトからセカンドへ、マリーン1点入りました。2対0、中村タイムリーツーベース。バファローズなおもピンチが続きます。先ほどのプレーです。今日は安打を放っています。バッターの荻野投げました、初球から打ってった、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって2対0、田島この回さらに1点を失いました。5回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターはゴンザレス。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。ファール、見送ってボール。第3球を投げました、ストレート空振り、バッター追い込まれました。次は4球目投げました、打った、いい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、ゴンザレスいいバッティングを見せました。右バッターボックスは7番紅林。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ファールボール、打ちました、1・2塁間、中村ボールを取る、1塁送球アウト、ワンアウトランナー2塁に変わります。バッターは8番宗、今日2度目のバッターボックス。第2球高めの変化球はボール。第3球を投げました、空振り、第4球は見送ってボール。投球これから5球目ボール。第6球を投げた、打ちました、ショート左横のフライになりました、掴みました。
これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球、三振チェンジャーボール、まずはインコース。第2球、投げた、打ちました、抜けた、ゴンザレス一気にホームへ、レフトからセカンドへ、バファローズ1点返しました。若月タイムリーツーベースヒット、バファローズなおもチャンスが続いています。さあリプレイです。打順はトップに帰って、中川第9球、初球はストライク、まずは見送りました。さあ次の投球、ボール高め、第3球を投げた、内角高め、ボール。さあ4球目、スライダー見送ってストライク。第5球投げた、低め、ボール、抜けました。第6球を投げた、145キロ直球、空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。5回までが終了しまして2対1、バファローズこの回1点を返しました。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは藤岡、投げました、打った、スタンドに入りました、ファール。さあ次の投球、投げました、インサイド直球はボール。第3球決まってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、ここはフォアボールになります。先頭バッターにフォアボールを与えます。左対左の勝負になります。投げた、内角低め、外れてボール。第2球投げた、変化球はアウトローへ、ボール。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ、もう一回一塁へ牽制球。第3球を投げた、直球決まってストライク。一塁へ牽制球を送ります。田島ランナーの動きを警戒しています。一塁牽制、タッチはセーフ、投げた、打った、ライト方向へ持っていきましたが取りました。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、外れた、ボール。第2球投げました、空振り。第3球を投げました、3球目空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。一塁へ一つ牽制球を送りました。次は5球目、打ちました、ショートバウンド取った、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。今日2回目の併殺でこの回を終えました。6回の表が終わって2対1です。ピンチヒッターは広岡、第9球投げました、見送ってボール。第2球インローの直球はボール。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、松川落下点に入った、ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは3番森、今日はライトフライとショートゴロ。第9球ストライク、マリーンズここは引っ張りに警戒します。第2球投げた、またも空振り、バッター追い込まれました。第3球打ちました、ファール。第4球を投げた、外角高め、カーバー外れてボール。投げた、打った、痛烈な当たり、掴みました、
これで2アウトランナーありません。代打は頓宮。第9投げたカーブボール。第2球投げましたボール。第3球は決まってストライク。次が4球目投げました膝元ストレートは外れてボール。第5球投げました5球目ストライク。第6球を投げました打ちました安田掴んだ一塁送球アウト。スリーアウトチェンジバファローズ。結局この回3人で攻撃が終わっています。6回の裏が終わりまして2対1です。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは安田。今日はショートへの併殺だとショートフライ。第2球投げました打ったファウルボール。第3球を投げたボールアウトコースへ。第4球を投げた流し打ちどうだファウル。さあ投球は5球目投げた打った打ち返した打球はセンターへのフライ取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは代打石川。第9投げたボール。第2球2球目空振り少し意識しすぎたか。第3球を投げた3球目空振りワンボールツーストライク追い込んでいます。第4球を投げました低めボール。第5球投げました打ちましたセカンド右への打球セカンドから一塁送球アウト。これで2アウトランナーありません。バッターは7番山口。今日はファールフライとセカンドフライ。第2球投げましたこのボールも空振り。第3球は1球外したボール。第4球を投げましたストレートはボール。さあ5球目ストレートはボール低め。第6球を投げました打ちましたファール。さあ7球目投げた打ちました左中間へのフライですが掴んでこれで3アウトになります。満員の京セラドーム大阪ライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。メルセデス降板左の鈴木今日2人目のピッチャーとして登板です。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた初球空振り。第2球これも空振りバッター追い込まれました。第3球を投げた1球外してボール。第4球を投げた縦のスライダーボール低め。次が5球目投げたボール。第6球を投げました打ったファースト右横のゴロ。山口ボールを掴んだ。山口自分でベースを踏んでアウト。バッターは6番ゴンザレス。投げましたアウトロー際どい球ボール。第2球投げましたボール。第3球を投げましたストライク。投げました外れたボール。次は5球目投げた打ちましたあっと取れない。ゴンザレスナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打。右バッターボックスは7番紅林。今日はファーストゴロとセカンドゴロ。第2球投
げた。インローへ変化球外れてボール。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。4球目空振り。第5球投げた。5球目ストライク。第6球を投げました。打ちました。破ってった。レフトからサードへ。紅林、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。バブローズ代走を起用します。小田一塁に入りました。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。第1球投げました。ツーシームはボール。第2球投げました。打った。二塁ランナー三塁へ向かう。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。鈴木見事に流れを断ち切りました。マリーンズこのまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。田島降板。右の阿部今日2番手としてマウンドに上がります。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました。1球目ストレート空振り。いきなり150キロ。初球空振りから第2球低めボール。第3球を投げました。ストレートはボール。第4球を投げた。ボール。さあ5球目打った。1・2塁間への当たり。一塁へ送る。阿部取ってアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。投げた。見送ってボール。第2球投げた。打ちました。左中間へ持っていきましたが掴みました。これでツーアウト。ランナーありません。バッターはトップに帰って荻野。今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げた。打ちました。第3球を投げた。スプリットはボール。低め。第4球を投げました。ボール。第5球投げました。打ちました。1・2塁間の打球。1塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。阿部この回ピシャッと3人で抑えています。8回の表が終わって2対1です。鈴木降板。マウンドに上がったのは沢村。今日3人目のピッチャーとして登板です。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました。初球空振り。第2球投げました。ストライク。第3球を投げました。ボール。第4球を投げた。打った。ぐーんと伸びて左に切れていきました。ファール。投げた。打ちました。安田取った。一塁送球アウト。若月いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト。ランナーはありません。投げた。打ちました。投球これから2球目。低め外角ストライク。投球はこれから3球目。外れた。ボール。投球これから4球目。ボール。さあ投球は5球目。投げた。打った。これは強烈。入れば同点だ。伸びた。伸びていった。中継。バッターランナー二塁蹴って三塁へ。中川スリーベース。バファローズ同点のチャンスを迎えます。さあリプレイです。さあここが試合の分岐点となりそうです。マリーンズここで前進守備を敷きます。第2球投げた。打った。松川余裕があります。ファウルグラウンド。ボールをつかみました。これでツーアウト。ランナーは三塁変わりません。第1球
1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、高め際どい、ボール。第4球を投げました、ボール。さあ5球目、打った、ライトフライ、飛距離は出て取って、これで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。サムラやりました、マリーンズこのまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。阿部降板、右の山崎、最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。第1球投げました、インサイドストライク、いきなり155キロ。第2球ストレートはボール、投げました、インコース低め空振り、追い込んでいます。第4球を投げた、ボール、インコース低め。第5球投げた、ボール。次が6球目、投げた、打ちました、いい当たり、ライナー破った、センター前ヒット、クリーンヒットです。藤原ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは3番角中、今日はここまで3打数1安打。投げた、ボール。まずは外角、第2球投げた、ストレート決まってストライク、伸びのあるストレート。第3球を投げました、ここで送ってきました、ボールを掴んだ、アウト、ランナー2塁に進みました。ワンアウトランナー2塁に変わります、ボール。まずは低め、第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました、打球は三遊間へ抜けた、レフトバックホーム、ポランコいいバッティングを見せました。バファローズなおもピンチが続きます。マリーンズダイソーを送ります、和田一塁に入りました。左バッターボックスは5番安田、第9球投げました、打ちました、初球打ち、センター前進、取りました、三塁ランナーのタッチアップはどうだ、アウト、タッチアウト。バファローズダブルプレーでピンチをしのいでいます。9回の表が終わって2対1です。沢村降板、そしてマウンド上はクローザー増田、最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、見送ってボール。第2球投げた、ストライク。投げた、空振り。さあ4球目、打ちました、ファウルボール。第5球投げた、打った、内野ゴロ、山口ボールを取る、山口そのままベースを踏んでアウト。バッターは5番杉本、これが4度目のバッターボックス、真ん中にストライク、いきなり151キロ。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ツラーはボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、5球目空振り。第6球は打ちました、痛烈、入れば同点だ、さらに伸びていく、左中間深いところ掴みました。バッターは6番ゴンザレス、バファローズ最後のバッターになるのか。インハイ、直球は外れてボール。投げました、打ちました、これはいい当たり、ピッチャー返し、抜けた、ゴンザレスナイスバッティングです。今日これで4打数の3安打。先ほどダイソーに起用されましたバッターの小田、第1球投げました、ボール。
第2球投げました。高め、高速シンカー、外れてボール。投球はこれから3球目。アウトコース空振り。次は4球目。低めのボール引っ掛けた。中村掴んだ。アウト。ゲームセット。バファローズ1点差に届かず敗れました。さて今日のヒーローは勝利投手のメルセデス。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は2対1、バファローズ1点差で敗れました。勝利投手はメルセデス、敗戦投手は田嶋、そして西武は増田。バファローズ残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームに期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で京セラドーム大阪からお伝えしました。